はい、どうも、大悟です。というわけで今日もやっていきたいと思うんですが、本日のテーマはですね、まあ今ね、世間を賑わしているというか、まあ社会というか、まあ世界全体を賑わしている、プーチンさんの、件ですね。まあ、ロシアがウクライナに侵攻し大変なことになってるんですが、まああれを政治とか情勢的に解説する人はいっぱいいるんですが、プーチンさん個人の心理状態として解説する人ってあんまりいないと思うので、しかもこれ実はですね、皆さんもそうだし、僕もそうなんですけど、みんながハマりやすい、とある心理現象がベースになってるんじゃないかという仮説を立てて今日は解説していきたいと思います。プーチンさんの暴挙に対して誰も何もできないんですよ。自分が悪いことしてるんだけれども、相手の方がむしろ悪いんだって言い方をし始めるわけなんですよ。国内外からプーチンさん叩かれば叩かれるほど自分が被害者であり、世界の方がおかしいんだ、核ミサイルのボタンを押したねっていう風になる可能性があるわけなんですよ。許されなかった人ってのは被害者意識が強くなりました。謝罪したことを後悔するとコントロール能力を失うことを人間ってめちゃくちゃ恐れるんですよ。多分プーチンさんもこれからやると思いますし、皆さんもやられたことがあると思います。加害者からの謝罪を受け入れるべきっていう圧力。本日のテーマはですね、プーチンさんもハマっているであろう、あるいはこれからハマるであろう、加害者の被害者意識という問題を取り上げていきたいと思います。一応今日のテーマはね、こういう風に、なってますけれども、まあ、一番大きな問題として挙げられるのはですね、皆さんの周りにもいませんか？加害者であるにもかかわらず、なぜか被害者に対して逆ギレしてくるってわけわかんない人。許して、あげないと、お前のことなんか絶対許さねえぞっていう風に言ったら、許してもらえないことによって逆ギレして自分が、むしろ逆に自分が被害者なんだみたいな、ひどいみたいな風に言ってくる人っていませんか？で、これはみんなが持ってる心理なんで、皆さんも僕らもハマるね、僕もハマる可能性がある現象ではあるんですが、結構これ広くですね、知れている現象で、加害者であるにもかかわらず、被害者が許してくれないというですね、条件がついてしまうと、自分はむしろ被害者なんだと、むしろ許してくれないあいつが悪いんだっていう風に逆ギレするという現象が、まあ、いろんな業界で確認されているわけなんですよ。で、これを教えてくれるのが、今回の研究ですね、クイーンズランド大学の研究でございます。はい。具体的に言うと、実験デザインとしては、参加者は集めまして、誰かにこう本当に悪いことをして、それで心から謝った時の体験を思い出してくださいという風に、自分が悪いことをして謝った体験っていうのを思い出してもらいました。ただここでポイントがありまして、半分の参加者には謝った相手が許してくれた状況を、で残り半分の参加者には謝ったのに相手が許してくれなかったっていう状況、この2つの状況を思い描いてもらいました。要するに、自分が謝った時に被害者側が許してくれた場合と許してくれない場合でどういう差が出るのかってことを調べたわけなんですね。実際に被害者の反応も取ってまして、その被害者が例えば許してくれた場合と許してくれなかった場合に対して、どれだけその被害者の反応が常識に、からずれていると思うかと、いやいくらなんでも怒りすぎでしょっていう風に思うのか、いや自分が悪いことしたからこれはしょうがない、甘んじて受けなければならないっていう風に思うのかみたいな風に、相手が許してくれた場合と許してくれなかった場合で、加害者が被害者の行動をどう考えるのかってことを調べたんですね。まあ、例えば、まあ常識にどれぐらい被害者の反応が反していると思うかとか、被害者がどれぐらい自分の尊厳とかプライドを脅かしたと感じたかとか、どれぐらい自分がむしろ自分の方が被害者なんじゃないかと、加害者だったんだけどそれだけしつこく言われるってことは自分がむしろ被害者なんじゃないかって思うかどうかとか、自分が相手に謝罪したことをむしろ後悔したかどうかとか、謝罪をした相手とどれぐらい和解したいと思うか、みたいなことを調べたんですね。まあ、要するに、その被害者の反応で加害者の考え方がどう変わるのかってことを調べたわけなんです。まあ、今回のだからプーチンさんの件で言うと、まあ、これからおそらくウクライナと交渉したりとか、ね、あるいはね、国際社会からね、いろんな批判を受けると思うんですけど、批判もたった多分受けるってことは、要するにま、プーチンさんは許しを請わないと思うんですけど、まあ、おそらく許してももらえないじゃないですか。で、要するにこの結果から、プーチンさん個人がみんなから叩かれた時に、どんな反応とか暴挙に出るかってことがわかるということなんですね。で、結果この実験でわかったことは、こちらになります。はい。結果、許されないと激しく逆ギレするということが分かりました。まあ、大方予想通りではあるんですが、被害者から許してもらえなかった人は、許された人に比べて、相手の反応を批判しました。例えば、いや、相手はもう常識人じゃないよね。常識的な反応じゃないよね。いや、確かにこっちは悪いことしたんだけど、そこまで言われる筋合いなくない？こっちにも、一理の、正当性はあるんだ、みたいな風に、自分が悪いことしてるんだけれども、相手の方がむしろ悪いんだって言い方をし始めるわけなんですよ。もうこれ、プーチンさんで言うんだったら、例えば、まあ、最初はウクライナのこの東部の人たちでロシア派の人たちを守るために自分たちは行動してるなとか言ってたのにもかかわらず、途中から急にいやアメリカがずっと約束破ってるのがいけないんだみたいな風にこう論旨が変わってきますよね。だからこれはしかもロシアの人たちからもまあ支持はされていないと、あんまりさすがにプーチンおかしくねって言われてるんですけど、こういう風に国内外からプーチンさん叩かれば叩かれるほど自分が被害者であり、自分がやってることは悪くなくてむしろ周りの方が悪いんだみたいな感覚になってっちゃうんですよ。これ怖いですよね。
だからそういう風に、まあ相手が非常識だって思うのと同時に、一番やばいのが、自分の尊厳が脅かされた。自分のプライドとか、人として大事なものが脅かされてるって風に感じるんですよ。許してもらえないとね。逆に自分が本当は、あの尊厳を脅かしてるんですよ。例えば、プーチンさんの場合だったら、ウクライナの人たちの生活とかそういったものを脅かしてるし、国際秩序を脅かしているにもかかわらず、いや、むしろ、世界が間違ってると。うん、俺の方が正しいのに、こんだけ叩かれるのって、世界の方がおかしいんだ、核ミサイルのボタンを押したれっていう風になる可能性があるわけなんですよ、プーチンさんは。だから、この、情勢っていうよりかは、個人がやばいことになっていくっていうところに、まあ、焦点を当てないと、結構ちょっと今回怖いことになりそうな気はしてるんですよね。皆さんの周りにいる人たちはね、嫌がらせしてくるとか、まあ、その程度のレベルかもしれないですけど、プーチンさんの場合は押せますからね、下手したらね。そう、怖いですよね。で、その結果、やっぱり許されなかった人ってのは、許された人よりも、やはり被害者意識が強くなりました。やっぱり、別にプーチンさんのことを許せと言ってるわけでは全くないんですけれども、相手がバレることした時に、まあ、絶対許さねえぞ、こらっていう風に僕もやりがちなんですけれども、でもやっぱりそれ最後までそれをやっちゃうと、相手が被害者意識が強くなっちゃうんですよ。だから反省もしないし、人として変わることもなくなっちゃうんです。だから今ね、とかくね、あの、日本の世の中は特にそうですけど、何か間違えた人を、まあ、あの、叩きすぎる傾向があったりとか、いろんな傾向ありますけど、あれね、叩けば叩くほど相手は改心しないんですよ。そうだ、自分もが被害者だと、こんだけ言われる筋合いはねえだろ、みたいな風になっちゃうので、だからこれはちょっと気をつけないといけないわけなんですね。はい。相手と和解したい気持ちも弱まっちゃうし、あとはさらに言うと、謝罪したことを後悔するという風なことも分かってます。むしろ、なんか相手と仲を元に戻したいからって言って謝罪するのが普通じゃないですか。でもそれもなんか別にも、あの、和解しなくてもいいと、まあ、あいついなくても俺生きていけるしみたいな風になっちゃうし、あとはむしろ謝罪したことを後悔する。いや、こんだけ言われるんだったらむしろ謝んなくてよかったよね、みたいな風になってっちゃうわけなんですよね。で、これ実はこの実験以外の追加で行われた2つの研究でもこの現象確認されてまして、やっぱりどういったシチュエーションでも、プライベートだろうが仕事だろうが、まあ、プーチンさんだろうが、まあ、おそらくひどいことをした、自分がひどいことをしてしまった相手が許してくれなかったっていう状況に置かれると、やっぱり、いや、実は被害者は自分なんじゃないかと思うようになってっちゃうんですね。怖いポイントですけどね。でも実際人間はそういう心理があるわけなんですよ。気をつけなくちゃいけないですね。じゃあ、もし皆さんが、こういう現象にですね、あったらどうすれば、いいのかと、注意すべきこと、一応3つ、ご紹介しておきます。はい。これね、研究チームが言ってるポイントでもあるんですが、結局ね、あの、謝罪、することによって、あの、被害者ってのは加害者に、まあ、委ねるんですよ。いろんなことを。自分を許すかどうかとか、どういう責任を、取らせるべきで、取るべきなのかみたいなことを、相手に委ねるんですが、ただそれ結局委ねるとどうなるかっていうと、加害者側で、コントロール能力を失うんですよ。そう。要するに自分が自分の力で未来とか、自分の行動を決定できるっていう、これコントロール能力ってふうに言うんですけど、このコントロール能力を失うことを人間ってめちゃくちゃ恐れるんですよ。つまり、もう誰にどう罰せられるかわからない。相手が許してくれるかどうかわからない。自分には何も行動ができないんだってなっちゃうと、要するによく無敵な人なんてね、さっきネットとかで言われますけれども、もう、これって相手が許してくれた場合のみ、自分のコントロール能力は、取り戻せるんですよ。このコントロール能力が取り戻せないと、人間って何でもやるんです。他人に、操られている。他人に自分の行動が全部、委ねられているって状況ってすごく怖いので、だからそのコントロール能力を相手から奪いすぎてしまうと、何しでかすか分からなくなるんです。だから加害者のコントロール能力は、ある程度残して、謝罪をさせるということがポイントになってきます。はい。で、こういう風になってくるとどうなるかっていうと、やっぱりこう、自分がやったことを許してもらえないことって、自分の人生で自分のその、意思で物事を決めるっていう、そういう権利を奪われている、尊厳を奪われているっていう風に人間って考えるようになるんですよ。で、そうすると、いや、自分は尊厳を奪われている犠牲者なんだっていう風に思うようになっちゃって、加害者のくせに被害者意識が強くなるんですね。結局そのどっちが加害者か被害者ってことは関係なくて、結局人間ってさ、自分の尊厳を守るというか、自分の自由を守るために行動するんですよ。だから謝罪することって本当に悪いなと思って謝罪するんですよ、その時は。ところが謝罪することによって、結局人間って自分のコントロール能力とか尊厳とか立場を取り戻したいんですよ。でも謝罪してもそれが取り戻せないってなったら、何するかわからないよねっていうのが人間なんですね。そう。だからこの尊厳に、相手の尊厳に対する、脅威になりすぎていないかってことに注意を払うこともすごく重要になってくるんですね。だから話がこじれて、いや、お前もこうだ、お前もああだってなったりとかしますよね。まあ離婚問題とかもそうだし、国際情勢もそうですけど、これってやっぱり相手に対するこの尊厳への脅威ってのに意識を向けられないと、こういう問題に、なりやすいわけなんですよね。だからこれ別に許してあげるべきって言ってるわけじゃないんだけれども、相手にある程度何かを選ぶ余地っていうのを残してあげないと、何するかわからないよねっていう話なんですよね。だからおそらく今プーチンさんの暴挙に対して誰も何もできないんですよ。もうだから
制裁とかもしてるけど、それこそスビストね、っていうあのほら銀行のさ、海外送金するときにスビストコードって入れるんですけど、この海外送金をやってるところは、に関しては、今、まだね、その、ロシアに対しての制裁っていうのを止めてるっていうのも、だからあれも、本当はもっとやるべきなんじゃないかってみんな言ってるんだけど、あれまでやっちゃうと多分尊厳への脅威レベルのところで話じゃなくなっちゃうので、何するかわからないんで、多分みんな様子見してるんじゃないかなってことがわかるわけなんですね。だから意外と分かってる人たちは分かってるのかもしれないんですが、はい。まあ、でもただね、僕らみたいにプーチンさんのこと知らない人とか、国際情勢のことちょっとよう分からんみたいな感じの人たちを見たら、もっとやればいいんじゃないかって思うんですけど、やりすぎると本当にやべえことになるぞというお話なんですね。怖いですよね。で、あとはもう一個気をつけなくちゃいけないのが、これ、まあ、多分プーチンさんもこれからやると思いますし、皆さんもやられたことがあると思います。加害者からの謝罪を受け入れるべきっていう圧力、これに注意すべきです。はい。一応ね、先行研究とか見てみると、加害者が謝ってもなかなか許してもらえなくて、加害者の方が立場が強い場合って、自分の謝罪を受け入れるべきだっていう風に、被害者に対して社会的に圧力をかけるってわけのわからないことが起きてくるんですよ。な、要するに多分これからロシアは、ウクライナに対して、まあ、傀儡政権を作るじゃないけど、いろんなことをやっていくと思うんですけど、その中で国際社会とかロシアの意見かかってるところ、まあ、中国とかそうだと思うんですけど、そういうところから、いや、ちょっともう受け入れてあげたらいいんじゃないのみたいな議論になってくんですよ。なーなーにね、どんどんね。で、これはもしかしたら、ヨーロッパとかアメリカとかの中にもそういうことを言う人たちが出てくる可能性はあるので、そう、だからこういう風に周りから圧力がウクライナにね、違う方向で謝罪を受け入れろと、ロシアの言ってることを受け入れろみたいな風な圧力がかかる可能性もあるんで、ちょっと怖いよねという話ですね。ぜひ皆さんも気をつけてみてください。